海と日本プロジェクト。外国船籍のクルーズ船として初めてイタリア客船コスタネオロマンチカが酒田港に寄港しました。インバウンドをはじめ省内の観光産業の活性化へ記念すべき日。この日を迎えるにあたり大規模な港の整備が行われました。この岸壁の機能はですね、東北で唯一大型客船16万トンを超える船や客船にクルーズ船が入れる岸壁となって、そういう酒田港に生まれ変わったということになります。大型クルーズ船に対応可能な対策として防舷材や係船柱などを整備。特に係船柱は大きく白いクルーズ船に映える色マリンブルーに生まれ変わりました。酒田港には大勢の市民らが詰めかけ、乗客らを賑やかに歓迎します。そして地元商店街などに出向き、歴史や文化、食を満喫しました。酒田港がですね、国際交流のですね、玄関口になっていけばすごくいいかなと思っています。いっぱい船が来ていただいて、町内の地域だとか、あるいは山形県内、いろんなところに多くのお客さんに行っていただいてですね、地域がより活性化すれば素晴らしいなと思っています。来年もまたコスタネオロマンチカ、さらにはダイヤモンドプリンセスの大型クルーズ船が寄港予定。岸壁の整備は地元観光産業の振興にとって大きな役割を果たしたのです。海と日本。